路を渋滞しています。宮崎ジャンクションから湾岸市川インターまでは30分です。京葉道路上り線は幕張インターを先頭に千葉西料金所まで7キロ渋滞しています。宮崎ジャンクションから市川インターまでは35分です。京葉道路下り線は船橋料金所で1キロと穴川インターで4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線はアクアトンネルで1キロ半の渋滞、常磐自動車道上り線は三里料金所から首都高速三里線の海江にかけて渋滞しています。東京外環自動車道は特に三里方面に向かう外回りの先川大橋で事故のため3キロ渋滞しています。関越道上り線は沿岸インターに向けて1キロ半の渋滞、関越高速道路上り線は横浜町田インターを先頭に厚木インターまで14キロ渋滞しています。千葉県内の一般道路は国道6号線の上りは柏市朝日町で2キロの渋滞、県道草加流山線は県境の流山橋で上下線とも1キロ以上渋滞しています。国道16号線は外回りの柏市湯葉塚で八千代方面に向かう車が5キロの渋滞です。鬼滅市内の国道410号線は広岡の松岡トンネルで工事中の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターでした。山口さん、ありがとうございました。 AFM トラフィックアップデート、次は6時56分からお伝えします。CV のような